こんにちは。塾長。この時間はみんないないかな。わからないけど。こんにちは。本当ありがとう。お疲れありがとう。実は気になってて、こんにちは。この時間いいよ。無理して見なくてもいいんだよ。ハートありがとう。ピカピカありがとう。ピカ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 。撮影ポスト見た。ありがとう。こんにちは。嘘だよってまだあるの？こんにちは。ピカピカありがとう。こんにちは。ピカピカありがとう。ハロー塾長。まだ川村の部屋です。今夜結婚ですから。ピカピカありがとう。そうなんですよ、サキさんと一緒だったんです。サキさん可愛いよね、本当に。もういやさ、可愛すぎてずっと見てたもん。可愛すぎて。しかもユアがみおまるさん好きなこと知っててくれててさ、びっくり。ピカピカありがとう。いないよねみんな。ごめんね、急にやっちゃって。こんにちは。ピカピカありがとう。ユアへの愛強みだよ。一息ついてるタイミングだから、そろそろ、え、頑張ってね。実は気になってて、ピカピカありがとう。新居ね、まだなんですよ実は。昨日はその移動するものたちをまとめててって感じで。こんにちは。見た？本当におめでとう。そう、ずっと言いたかったの。嬉しすぎて、もういや、雑誌大好き。雑誌大好き。雑誌のお仕事は3つ目ですね、これで。ボムさんとトップエルネオさんとビッグバンガールズさん。嬉しい。お仕事中だよね、みんな知ってる。ハートありがとう。ゆあちゃん顔タイプなんですけど、トーク会どんな感じですか？え、皆さんどんな感じですか？まあ、ゆあ的にはあのよくあの何フレンドリーって言われます。で、話すこと困らないみたいな言われました。なので来てください。顔タイプですか？嬉しいです。今日もまつげが上がってます。にゃんにゃん。嘘だよ、ありがとう。ハートありがとう。嘘だよ、7日7日。え、そう、あのね、いや4月いつだっけな、1か、そう4月1日にあのみおまるさんのショールーム見てて、でみんな嘘だよ投げてたので、ゆあなんか嘘だよのさギフトゲットできなくて、で普通に違うギフト投げてたらさ、まさかの壇上4位にいて。でみおまるさんが壇上読まないタイプでよかったけどさ、
あの読むタイプだったら、読むタイプっていうか読むタイプの方だったらね、用意にいるの気まずとか思って。シェフって感じで。嘘だよ、ありがとう。仕事中だけど余裕で見る。え、みんなさ仕事中に見るっていう人結構いるけどさ、結構いるけどさ大丈夫なの？嘘だよ、ありがとう。髪型めっちゃサラ、え、ありがとう。あのね、髪には一番気をつけてるんでね、サラサラです。梅雨だけどサラサラです。こんにちは。嘘だよ、ありがとう。でも嘘だよって出ないんだね、ここ。そうそう、引っ越します。さきぽんさん可愛いですよ、もうめちゃめちゃ。そうだよ、名前入りのコアラの町で見つけた。本当？じゃあもうそっから岩の旅だよ。ちなみに岩の旅だよ、そっから。うん、結構は今晩です。ビカビカ。いや、さきぽんさんと言わんにゃん。わかんない、どっちだろう。あの隣に並んでないんだよな。お疲れ、ありがとう。えらい、ありがとう。ピカピカ。このギフトかわいいよね。こんにちは。ロッキー最年少なんですか。ご飯が変なとこ入った。死ぬ、普通に死ぬ。ピカピカ、ありがとう。あんだけ好き聞いてれば知ってる？知ってるか。冷やし中華じゃないよ、なんだと思う？奇跡に来ました。お、仕事でも。え、かわいい。このうちは投げ中してだって、かわいい。でも実際さ、投げ中してっていううちわをさ、なんかあの劇場とかで見たことないよね。作ってる人いるのかな。仕事休みなの？水曜日休みタイプ？今日がたまたま。嘘だよ、ありがとう。え、ポップコーン？ポップコーン？移動途中ですね。もう本当にもうここの荷物ガサって持ったら動きます。嘘だよ、ありがとう。仕事中こっそり見てるって、上司に怒られちゃうよ。推し活してます。こんにちは。嘘だよ、ありがとう。こんにちは。
流れ星ありがとう。またありがとう。バイバイ。え、前髪切ってよく分かったね。めっちゃ綺麗でしょ。こんにちは。そうなんだ。メインクして、え、可愛いねこのギフト。こんにちは。X コメントにしてくれた。ありがとう。ゆあちゃんなら雑誌の表紙、え、本当に、え、でも雑誌の表紙になるの有名ですよ。結構有名ですよ。こんな感じです。だって初めてでも友達感覚だからぜひぜひって感じだって。トーク会、みんな握手会素晴らしいです。だってトーク会にぎやかだよ。にぎやかだよね。話題振って、え、すごい、みんなさいいこと言ってくれるじゃん。フレンドリーっていうか友達そのもの。確かにみんな友達。写真集とかできるのかな。こんにちは、初見さん、ありがとう。はーい、初見さん、流れ星ありがとう。こんにちは、ハロー、こんにちは。マジ恥ずかしいね、壇上にいたの。ピカピカ、そうだよ、読み男女されてたら終わった。エントリーナンバー10番の方、あ、違う、名前呼べないわ。アイコンがゆあちゃんの方。なんか壇上にいたんだよね。バグかと思ったけど、なんか普通にいて。多分みんな嘘だよタワー投げてた中で、ゆあが嘘だよじゃないやつ送ったから。バレてる？いやいや、バレてないと思う、絶対。みんな見ないでしょ。全然読めない。こんにちは、仕事中です。見つかったら怒れ怒られるの？怒られるならダメじゃないか。仕事よりゆあにゃん。あ、仕事休みだったのちら、初見さんありがとう。みんな大丈夫？トイレで見てたり。そうなんだ、すごい自宅 PC。 こんにちは、ゆあにゃんって子かわ。ゆあちゃんの髪好き？ありがとう。今は自宅で本を書くお仕事中。本書いてるの？え、今日のように大人っぽい。え、いや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 、なんでだろうね、私服だから。モフモフです。嘘だよ、ありがとう。こんにちは。誰かと思った。何これ、生きがい、ありがとう。生きがい、マックにいるんですか。じゃあハンバーガー食べてそうなの予想するわ。スパチキスパチキ食べてるっしょ。ゆあにはわかるよ、仕事より大事なことが世の中にすごいいいこと言ってる、いいこと言ってるよ。こんにちは、レモンさんありがとう。嘘だよ、ありがとう。こんばんは。ユアいなかった。え、ユアなんか全然出てこないよね。ニャニャのロングヘアになら締め殺されても幸せってぐらい美しくて絶対思わないから、それ絶対に思わないから。
今日はね、紫と白コーデでした。ほら靴下も紫なんだよ。コアラの町、河村はない。そう、河村もないよ。嘘だよ、ありがとう、こんにちは、こんにちは。何食べてるでしょう。さきぼんさんとオカミとブライド。でも身長的にはね。こんにちは、結婚してみやまるさんするのでお断りに。はい、いや死にます。ありがとう、みんな落ち着いて食べるよ。いけろ。南沢南沢さん、いやにゃん、いやにゃんより高い。うん、そうだよ、めちゃめちゃ高いよ。ココハと同じぐらい。ハートありがとう。塾長初見さんありがとう。さきさん昔の推し、なんかさ、さきさん推し多いよね。ハートありがとう。今でも推してる人が多いけど、ハートありがとう。部屋変えるけど、うん、このまま受け渡します。わかんない、普通に弟に取られるかもしれない。何これって取られそう。いやにゃん定期で、嬉しい。綺麗じゃないよ。塾長こんにちは。塾長初見さんありがとう。ハロー、初見さんいっぱいいる。横顔綺麗、芸術。初めて言われた。横顔、芸術品は、芸術品。こんにちは初見さん。おとといからショールーム配信は24時まで OK。 そうそうそう。こんにちは、ハートありがとう。読み男女してって、うちは、いえ、いいけどさ、読み男女してって何なんて言えばいいのそれは。なんて、なんて、私は何をすればいいんですかそれは。読みな、読み男女、読み男女ポーズとかあればいいけどさ、読み男女ポーズって何。ポップコーンありがとう。なんかさ、このポップコーンでかい。ピカピカありがとう。嘘だよ、ありがとう。昨日体調不良で休んだ、自動的に今日も、え自動的に休みになるの。嘘だよ、ありがとう。そう、うん、仕事終わった、お疲れ。そうだよ、素直に移動してくれた。読みってだ。口パクで壇上と言えばいい、絶対わかんないよね。そうだよ、昼からオツです。こんにちは。あ、そうなんだ。いいね、土日休み。はーい、初見さん。初見さんがいっぱいいる。ゆあちゃんの握手会は幸せな気持ちになれます、だって。今も幸せになれます、みんなが来てくれるから。同級生だったの。今日のね、夜ご飯はパパが作ったローストビーフです。でも庭的にはフライドチキンが食べたいです。そう、ご飯食べてる。こんにちは。
完全に同級生でした。ジェシーが今つぼってきたそうだよ、トーク会同級生だからみんな。こんにちは。前も友達感覚で言ってたけど全然大丈夫だよ。全然大丈夫だから、友達ですから。ハロー、ささやだり、インドネシアなんじからやってるっけ。14時26からやってる。ありがとう、みんなよく覚えてるね。何覚えてんのみんな、なんで覚えてんの。やばい、コメント消えた。こんにちは。またありがとう。こんにちは。やば、声やばくない？もう無理バレてるかな。5月8月年末年始に仕事ある、水曜日。そんな仕事があるんですね。嘘だよ、ありがとう。こんにちは。あ、そうなんだ。仕事中？でも運転してるくない？会社で見てますって。いやいや、出なかった。こんにちは。こんにちにゃー、生きがいありがとう。実は気になってて。こんにちは、初見さん。こんにちは。これ何？守りたいこの笑顔ありがとう。社会人になったと同時に一気に踊る。本当に言ってる？みんないつもとメイク、まあ違うけど、そんな、だって今日アイラインね短めなんだよね。ほら、短い方がいい感じ、もしかして。ニューイの愛強めだよ、ありがとう。ひやちゃんの存在自体が透き通って、私尊いですか。あ、侍か、ちょ、侍迷った。侍か、ありがとう、ごいませ。ユアニア見れたし、ちょっと真面目に仕事してきます。またね。うん、ユアが頑張る活力になったら嬉しいです。こんにちは、チラね、侍でしたね、ちょっと。もふもふに、ありがとう。結構暑いけど、またありがとう。ユアちゃん応援するの今だから、仕事はいつでもできる。うわ、嬉しいねー。もう本当に紳士ですわ。
本当ありがとう。レナちゃん出た。ユアは出なかった。どこに住んでいますか。愛知県です。こんにちは。なんで？なんでレナが出てくるの？ユアじゃなくて？こんにちは。でもいやもファンの人出てきたことあるな夢。さきさん推しではなかったけどスイッチヒッター、すごいじゃん。いやわかるよ、めっちゃわかる。なんか推しではないけどみたいな。こんにちは。うまい。ユアがユメアになってる。ハロー、 I'm from インドネシア。I'm from 愛知。15時に終わろうかな。ちょっとご飯進まないんで。こんにちは。ウインクしてた。うちはなら全然余裕でやります、余裕でやります。ハートありがとう。お昼ご飯は塩焼きそばです。私はソースより塩派です。パパさん、ハートありがとう。唐揚げいいな、唐揚げ食べたい。ハートありがとう。嘘でありがとう。ハートありがとう。ピカピカありがとう。ハートありがとう。確かにね、なんか素材、なんか隠し味入れたがる。ピカピカありがとう。コストコのお寿司とか食べたことない。まあ食べれないんですけど。こんにちは。でしょ、嘘でありがとう。こんにちは。あ、出てるんだ。みんなパソコンで見てるの、もしかして。スマホで見てる人ってそんないない、もしかして。好きだから死ぬ。そうです、ありがとう。こんにちは、ハートありがとう。うん、まだね。こんにちは。めっちゃ大人っぽいって言われるんだけど、本当に。こんにちは、こんにちは。初見さん、ユアナの同級、そうだね。うん。みんなね、進学ですね。あ、返信まだ見てないわ。見るわ。夜勤で夜見れないから、この時間の配信嬉しい。本当？イェーイ。こんにちは。嘘で、短いのいい？嬉しい。何食べてるの？コアラですか？いや違います。こんにちは。ほらほらありがとう。今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。顔見に来た、イエーイ。ピカピカありがとう。夢の中で俺が公園に出演。やばいじゃん、それ踊ってたの。実は気になってて。岩日連続できた。岩まだ自分出てこないんだけど、どうする。ずっと送ってんのに。宮丸さんは出てよ。ピカピカありがとう。1回しか出てないけど。そうなんだ、おしりんさんだったんだ。ね、最実はって何、実はって。こんにちは。初見さんはじめまして、こんにちは。ハロー塾長、嘘でありがとう。カレー
あ、カレー、カレー早くない作るの。あ、スマホかみんな、あれ。すごいね。なんかパソコンで見てるのすごいね。みんな、まあでもそっか。I fans JKT48 ISK しめじね。嘘だよ、ありがとう。しめじってめちゃめちゃ容量取るんですよ。え、モバメ文字化けしてる。え、でも要はさ、モバメのさ一番最初はさ文字しか打たないって決めてるんだけど、本当？嘘でありがとう。受験さん、え、LINE って星になるの？じゃあさ、それ L.I.N.E って打たないと LINE って打てないんだ。え、なんで星なんだろうね。あれかな、なんか昔 LINE 交換してくださいとか言う人がいたんかな、ショールームで。こんにちは、こんにちは。え、そうだよね、ゆっぴさんの誕生日だよね。じゃあ、ゆくちゃん。あ、先生、コアラのマーチ食べてるゆあパッケージ出てないんかーい。いや、2回出た。いや、1回も出てないんだけど。あと朝メールの返信だぜ。え、まだ見てないんだよね、今日。大人っぽいですが、みおまるさんの前ではめっちゃ子供だよね。違います。レモスターありがとう。あ、ありがとう。ゆあのプロフィールを載せていただいて。ゆあへの愛強めだよ。実は気になってて。こんにちは、初見さん。ありがとう。ほら、ありがとう。こんにちは。12日の公演当たるように祈っててください。当たりますように。でも意外とさ当たってるよね。なんか意外と当たってるイメージなんだけど。こんにちは、嘘だよありがとう。嘘だよありがとう。初見さんこんにちは。え、アンドロイドなんだ。なんかそんな感じしない。嘘だよありがとう。モバメね、めっちゃドアップだったっしょ。嘘だよありがとう。こんにちは、ありがとう。みんな、そうだよ。でもまだまだっていうか、みゆまるさんとね LINE してないんだよね。ちょっと話すネタがない、自分のね。いっぱい話すことはあるんだけど、なんかさ、あんましょうもないことはさ、なんていうの、言えないやん。あんましょうもないこと言えないからさ。お疲れ、ありがとう。お疲れじゃない、嘘だよ。実は気になってて、初見さんありがとう。コハナの湯は行方不明？どういうことそれ。メールお願い。あー、それただのハートだよ。お願い、ハートだよ。え、ハートも文字化けすんの。こんにちは、こんにちは、初見さんこんにちは。すごい、こんにちはがいっぱいいる。こんにちは、こんにちは。嘘でありがとう。やっほー、こんにちは。当たってるよね。生誕祭以外が当たってるって、なんか複雑だよね。いや、宮丸さんとウェディング賞取りたいけど、取れるかな。当たりがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ハタありがとう。あら、ゆうねさん始まった。こんにちは、初見さん。ハタありがとう。こんにちは。そう、お願いハートだったんだけどね。嘘だよありがとう。こんにちは。やばい、なんでこんなこんにちは今日。うわ、確かに。え、なんか写真送ってとは言われてたんですけど、言われてたんですけど、今送ってもいいのかな。なんかちょっと時が過ぎ
時が過ぎ去ってしまっているからちょっと写真送れないなみたいな。こんにちは。こんにちはすごくない？ほらありがとうピカピカありがとう。こんにちは。嘘だよありがとう。こんにちは。ハートありがとうこんにちは多いな。ゆうねさんといや推しの人結構いるよね。なんか全然顔違うのに。あ、ミッション界隈ってこと？そういうことね。そっか、今15時か。そういうことか。やば、おもろみんなゆあのこんにちはってさ押してどっか行くんだよねきっと。悲しい。とどまっててください。そういうことね。こんな3分でこんな来るんだね。嘘だよありがとう。だって初めてに近いよ。ゆあ15時ぐらいにやってるの。こんにちは。こんにちは。ハートありがとう。待ってるかな待ってるなら待っててほしいです。こんにちは。え、かわいいだって。ありがとう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ハートありがとう。ゲシュタルトしてきたわ。あ、SKE ファンなんだ。このこんにちはの方たち。なんかさ、他にもさ、配信してる人いるじゃん、いっぱい。だからそこの、あれかな、みたいな。またありがとう。でもね、初見さんじゃない人もこんにちは結構いるんだよね。またありがとう。フォロワー増えるかな？こんにちは。もともと見てる人がこんにちはって30秒見てるんだ。じゃ30秒でゆあのこと好きになってくださーい。こんにちはね、ずっと見てるそうなんだね。知らんかったわ。こんにちは。ピカピカありがとう。ファラありがとう。にゃにゃ、かわいいよ、かわいい。ありがとう。こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。ハートありがとう。そうだよ、ありがとう。え、そうだよ、さきさん。すごい元気。ハートありがとう。こんにちは。ポップコーンありがとう。なんかさ、ポップコーン定期的に送ってくるの何？嬉しいけどさ。ピカピカありがとう。12日制服の梅公園で申し込み、お当たるかな。嘘だよありがとう。こんにちは面白いから好き私のこと。2度目の訪問すごい。ほらありがとう。こんにちは。2度目の訪問すごいよ。え、だよね。なんか名前変わったと思ったけど、名前変えてるんですか？違うグループで。嘘だよありがとう。こんにちは。こんにちは。流れ星ありがとう。こんにちは。今のポップコーン間違っておっしゃ、え、間違ってとかあるの間違ってとかある。こんにちは。固まってしもたわ。低電力モードです。かゆ。こんにちは。ゆあへの思い超元気玉くらい強め。え、元気玉は懐かしい。てかあれ仕事じゃないのバレずに見てくれてる。嬉しい。元気玉ぐらい強めですか。こんにちは。そう、4月30。こんにちは。似合いの愛強めだよ塾長。初見さんありがとう。
ありがとうね、制服のメモ押し込んでくれて。12日出るので、こんにちはお疲れ様です。ニーニャしか見てないよ。こんにちは、こんにちは。スクショタイムいいよ。ふにゃにゃちは今休憩時間なの。こんにちは、こんにちはレインボーサイレンもありがとう。こんにちは、 I love you、 ありがとう。実は気になってね、こんにちはボット、こんにちはボットがいっぱい。こんにちは、初見さん。にゃにゃんてこかわ。こんにちは。にゃにゃんてこはかなげ清楚かわ。嬉しい。はかなげ清楚ですか？圧をかけていきます。圧かけ清楚です。こんにちは。にゃにゃんてやめだよ。ピカピカありがとう。こんにちは。仕事に戻ります。頑張ってね。コメントがこんにちはしかない。みやまるさん以外のメンバーとの2じゃないよ動画はどんなテンション？でも言うて高いですよ。もともと高いんで。みんなの前でもそうでしょ？みんなの前で、みんなの前と同じぐらいだよ。にゃにゃんてこかわ。ピカピカありがとう。こんにちは。かわいいありがとう。そう、ゆあみちゃん。こんにちは。こんにちは。15分に終わりまーす。まあこんにちはしか言ってないんだけどね、今日の配信ハロー、こんにちは、こんにちは。ハロー。こんにちは。ハロー。楽しいですか？お仕事頑張ってね。十五時界隈に布教した？布教した？何を？焼きそば冷めましたねまあいや、冷めても食べれるタイプなんで全然いいんですけどね。こんにちは、ピカピカありがとう。でももうさ、ショールーム始めた時点で冷めてたよハローハローハロー、こんにちは、こんにちは。私はインドネシアから来たんです。あ、そうなんですか、そうなんですかとか言って、かわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは。あ、かわいさを布教ね。なるほどね。イエーイ。ね、本当に顎伸びたんだけど、いや無理。お疲れ様です。こんにちはもうね、多分100以上あるよね絶対これ。お疲れ様です。かゆ顎かゆい顎だってね。焼きそばは何々星なんだよな、大事な大事なさ決め台詞、星なんだよな
焼きそばは何々もユアニャへの愛は永遠に冷めない。ありがとう、ありがとう、冷めないでね。こんにちは、本当ありがとう。154、やば。こんにちは。もう多分伸びてる。いや違う、冷めたから伸びてない。あ、顎が顎変えたら伸びる。やば、ちょっとやば。 I'm from Indonesia。 こんにちは。え、レナ始まった？ピカピカありがとう。こんにちは。さあ、読み壇上タイムしますか。読み壇上しますか、皆さん。仕事中読み壇上、仕事中壇上を読み壇上、読み壇上仕事。ニュアニャへ、ニュアちゃんへの愛、熱々、熱々。なんかなんだっけ、なんか前、いつだっけな、なんかそのなんだっけな、なんかそのなんか熱々のココアっていう文字でなんかなんだっけな、なんか文字を変えてココアココアココココ、なんかコツコツのあーみたいな意味わかる？お疲れ様です。アホだよね、ユアって。低電力モードになったから充電したのにさ、また充電外してさ、また固まるっていうね。読み壇上、四五壇上。あなたの出身はどこですか？愛知県です。壇読み、え、終わりなの？ごめんね。ちょっとね、ユアのお昼ご飯が冷めてしまったので、食べないといけないのです。まあ、夜もやるから。未来の愛強めだよ。初見さんありがとう。はじめまして。やば、みんな今来てる。ごめんね。ごめんね。終わっちゃうんだよね。え、知ってる？え、なんかその熱々のココアのそのあとこうを入れ替えてコツコツのあーです。こんにちは。ちょっと待って、読み壇上しますね。ちょっと延長読み壇上してるよ、これ。美白ですか、ありがとう。ゆねさんメイク配信なの？レナもメイク配信らしい。メイク配信流行ってる。はーい、壇上いきます。13位の方、先生の方、10人の方、あのリラックマのアイコン、あ違う、リラックマの着ぐるみのアバターの方、11位の方、ニャンダムの方、10位の方、名探偵、あ違う違う、あ名探偵の猫ちゃんの方、9位の方、えっ、いやがあのさ、柔道着ガンダムの角生えたバージョンよく持ってるね。8位の方、ニアのコアラのマーチの方、7位の方、投げキスくれ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 ユアって入れといてください。6位の方、アンジュさんのアバターの方、5位の方、歌舞伎の方、ユアが描いた歌舞伎の方、4位の方、ゆうねさんのアバターの方、3位の方、ガンダム ×2、こじこじみおさんのアバター、みおまるさんが描いた自画像とくまちゃんです。2位の方、あ、河村貼ってますね私が。1位の方、ユアのアバターに似てるって言ってくれた方です。ありがとう。欲しがりさんだな、やめて。欲しがりです、欲しがりですけど、何かありがとう、みんな。バイバイ、みんな。取り急ぎ作ったの？あなたの名前は何ですか？ミスユアです。ミスユア川村です。ミスユア川村です。
あなたの日本語はとても流暢です。だってみんな嬉しい嬉しいです。初めて言われましたけども、夜はまだ決めてないけど、でもみんなが見やすいのは21時でしょ。知ってるよ褒められてよ入れといて名前。またねみんな、バイバーイ。あ、そうそう、チャラチャラのパンハン、そう、パラパラのチャーハンを入れ替えてチャラチャラのパンハン少しでも見れてよかった。ありがとうね、来てくれて。バイバイ。ボガリコジャリジャリやば。またねー。